はい、では新宿駅に来ております。ですね、これからタワーレコード新宿店さんに行って、山下美月さんの、僕は僕を好きになる歌唱時着用衣装を、見ていきたいと思います。ここも人が多いですね。タワーレコードさん9階と10階にあるそうなので、これから行きたいと思います。電車の中はうるさくて、知らずに声が大きくなってた。きつく聞こえたかもしれない。僕のロコが間違ってるんだ。トンネルに入る前に急いで、暗くなった窓が気まずい。人の話聞こうとせずに自分の答えを押し付けた。そんなに世界を狭くしてどうするの。僕は頭を殴られたようで、やっとわかったわかった、君の存在当たり前すぎて気づかなかった。そんな言われ方したことないよ。そばの誰かがかばってくれた。わかったわかった、自分のことが愛がなければ生きてはいけない。大人になって初めてだった。いつもはあんな優しい君に叱られた。ホームに降りた僕たちは、続きを話す気もなくなって、少し距離ができたまま。人混みに埋もれてしまいそうで、僕は謝ることより先に君と手と手をつないだ。どこか足りないジグソーパズル、そっと互いに埋め合うのが。相手への思いやりとか優しさとか、それが僕自然な関係なんだって思う。なぜか言葉が刺さってるのに、ずっと素直になれなくてごめん。言い任されて悔しいけれど、一人きりじゃ何もできない。言葉が刺さってるのに、反論しても無駄な抵抗だ。プライドなんかどうでもいいよ、それより僕は君に叱られて嬉しい。愛は甘えられるもの、許してくれるもの、だからいつだって一方的だった。やりたいようにやっては、誰か傷つけてきたのか。例えば世界にたった一人の君には、叱ってもらいたい。わかったわかった、君の存在当たり前すぎて気づかなかった。そんな言われ方したことないよ。そばの誰かがかばってくれた。わかったわかった、自分のことが愛がなければ生きてはいけない。大人になって初めてだった。いつもはあんな優しい君に叱られた。僕を叱って、君が叱って、ちゃんと叱って、素直に聞けるから。抱きしめるしかなかった、何も思い浮かばない。できることなら僕にも一度だけ
チャンスが欲しい。このまま手を掴んで君を連れ去りたいよ。僕はどうして君が結婚をするって聞いて何を言えばいい。何ヶ月ぶりだろう、どこかで会えないなんて言うから、そう気軽に懐かしい公園で待ち合わせてしまった。さよならのその後も忘れてたわけじゃない。話したいことがあったけど突然過ぎないか。抱きしめるしかなかった。言葉では伝えられない。おめでとう、幸せになれて。思いを込めて戸惑う時間だ。少し距離を置こうっていたのは僕の方だったのに。何度か恋もしたけどそれ以上進まない。誰かと君を知らぬうちにどこか来る